藤山貴男です。京都の和久伝というところで20年間料理人をして料理長として勤め上げました。今年の11月に銀座に銀座藤山という名前で出しますのでよろしくお願いします。呢間系京都怀石料理代表之一，藤山自2011年起担任高台子总店主厨，为餐厅连续八年夺得米芝莲二星。今次在中环四季谷做一星期客席厨师，推出亲自主理的怀石料理。前菜之一选用香港供应较少的京都和牛雅，牛用日本新鲜饲料喂养。在日本视为贵族牛，比一般和牛轻盈。这条香鱼比一般的体积大，以日本运来的炭炉制作，只有炭烧才凸显到鱼香，皮才烧得那么脆。しゃぶしゃぶします。鲤鱼在东日本的海鲜找到，是京都代表性的料理之一。由于多骨，最考师傅刀工设计这一鱼两食的菜单，